み合わなかったのがあって、で多分その後げんこつしたのね、ちょっと生意気なこと言ってんじゃねえっつって。現地ベストイレブン。でもキーパー、まずキーパー、いろんなキーパーとチームメイトもそうだし、まあ、見た対戦もして対戦もするじゃん。まあ基本的に一番いいのは滝田。ああ、滝田勇気。まあシュート練習とかもする中で普段から。そうですね。滝田さんっていうのはやっぱその当時ですけどね、やっぱあの PK 戦だっても、はいはい、まあ、楢崎よりかはやっぱ滝田さんの方が安定がありますね、止める。これ間違いないですよ。ああ本当でしょ。滝田さんね、滝田さんですセンターバック、センターバック、それやっぱおさむちゃんでしょ、広瀬広瀬さんが後ろなんだ。まあ、広瀬さん中盤で、ね、リベロ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 熱いっすよ。それケッペの時だよね。オジェ君の時もやりますけどね。あ、オジェ君やったか。確かに広瀬さん後ろやってた、うん、また器用な人で、うん、まあ、もう技術は高いからね。一回面白かったのがガンバ大阪戦で広瀬さんがタックル行く、うん、相手がパッと見た瞬間にタックル来るなとかわすんですよ。広瀬さんくるっと回って立て通して絡まれちゃった。ヒルさんでもね、その時35ぐらいですよ。結構いい年で、まあ、そこで後ろになってちょっとね、張り切って当然やらなきゃいけないし、まあ、僕はまあ広瀬さんかなと思います。いぶしいぶし、はい、最高です。まあ、あとはまあ義堂と、難しいのが織田谷さんだ。田口さんが退場しちゃうんですよ。わかる。うち俺の時もあったわ。いなくなっちゃうから、ね、だからダメなんですよ。しかも途中出場したんですよ。大丈夫でしょ。そう、しかも2回滑って終わり。2回スライディングで終わり。多分それでそのまま引退してんじゃないか、田口さん。福岡で行って、あ、西野さんの、西野さんが怪我したんだよな。それで田口さん出てって、おいったーと思って、あ、1回目イエロー、2回滑って帰ってきて、こうやって帰ってくるんですよ、田口さん。じゃあ田口さんだね。いやもう、そう、最高だよ、田口さん。広瀬、木戸、田口さん、まあ、強烈ですね。そうだね、田口さんだけど、今でも多分通用すると思う。みんな嫌がると思う、あの人が来たら。じゃあこう、右サイドは、右サイドはやっぱり3バックの子ね、で伸びしたですよね。まあ、やっぱ伸びしたね。まあそうだね、あの能力はなかなかないですよ。左サイドは難しいですね。左サイドっていうのはやっぱり杉さんじゃないんですか。杉山浩一、それセレッソとかさ、レイズとか。サツカーだよ、サツカー。サツさんはセンターですよ。でまあタクシさんやっぱ軌道の方が上です、思い入れとしては。あ、思い入れはやっぱりチームですからね。左サイド、杉山浩一ですか。左サイドって難しいですね、本当に。まあ、左サイドは、まあ、いないんでね。あの、ジョージョは、まあ、ものすごくいい選手ですね、ジョージョって。本当にジョージョ同期じゃないの。そうなんです、同じに入って。そうだよね、何者ですよね、僕らの世界。そう、一部だからね、うん、いい選手、本当にいい選手だけど、やっぱいつもついてくるんですよ、飲みに行くと。ジョージョが潰されるんですよ。で彼は優しいんですよ、はいはいはい、ハートが、うん、難しいんだよ。そうだね、あのいいやつすぎんだな。そうなんです、まあ、悪いことじゃないんだけどさ、選手としてなんか、まあそんなことないのか、なんかそうだ、確かに優しいんだな。その、まあ、昔の多分ビデオにあると思うんですけど、ジョジョが何かの試合で僕が左にいて、そこじゃなくてこっちに動いてくれって言ったセリフがあって、いいから出せって言ったんですよ。ジョージョはこっちに出したから、ジョージョの目線でですね。だけど俺もここが得意だからここに出せって、そして噛み合わなかったのがあって、で多分その後げんこつしたと思うんですよ、ジョージョ。生意気なこと言ってんじゃねえっつって。まあジョージョもそれ覚えてるんですよね。そりゃそうだよ、お前トラウマだよ。よくそんなこと覚えてるなと思って。当たり前だよ、それは。大島の人はさ、お前、ふざけんなよっていう感じだったかもしれないけど、やられて後輩はさ、
トラウマだよ。4つかあれ下で、ね、下で大卒の先輩で一緒に試合出てさ、で僕からするとやっぱ彼はオリンピックかなんかで、うん、代表でね、うん、あんまり切ってんじゃねえよとかなるじゃないですか。そんなことで何ですかね、水井さんね、今の年になっても付き合える人間って、うん、やっぱり彼なんかもよくしてくれるんですよ、うん、で森田もよくしてくれるし、うん、そういう人間ってやっぱり振り返るとやっぱりいい人間だったと思う。僕のね、いやまあ年下のやつらがしたら大島さん怖いですけどね、ややこしいなとかありますけどね。鈴木と一緒だよ。でもそれが嫌いになるわけじゃないさ、そのそうなんですよ、そうなんですよ、今だからさ、いやもうあの時も本当に勘弁してくださいよって言えても、実際その時はちょっと待ってくださいよって言ってさ、でそういっぱいあるよね。でそれでもやっぱり今の年代でも付き合えるじゃないですか、うん、本当に嫌いだったら別に来ないしね。そうなんですよ、うん、じゃあ嫌いだったら徐々にしてあげてくださいよ。じゃあ徐々に健康つぶした面白いねボランチ2人5人後ろだからやっぱまさきと堀さんのコンビですよね。土橋正樹はね、もう堀さんもそうだけど人がいいよね、みんな人がいいね。正樹もめっちゃ人いいですよ。正樹さ、正樹は俺と同い年でさ、だから国士舘の先輩なんでしょ。正樹は大島のことを怖がってない、大丈夫、天然だから。確かに。あと3人、前3人で、前3人はやっぱりあれですよね、ウーベと岡野と福田でいいんじゃないですか。アウベア上がり目で、福田さんと岡野で、うん、大島健二いいですか、もうスーパーサブで、僕はもう飲んでるだけでいいです。見てるのが楽しみかもしれない。ウーベって難しいのが、どんだけフリーでも出さないですよね、信用してないと。俺出されないんだよ。一緒ですよ。本当に。でも岡野もそうだったけど、まあ、福田さんしか見ない。だから最初の頃僕と岡野さん見てると岡野さんしか出さないです、うん、だろうな。そう、うん、俺がどんだけフリーだよ、なんでこれ出さないのかなって。岡野さんだけついてんじゃん、もう本当に福田さん、もう福田さんしか見ないね。あとウーベワインね、もう、まあ、強烈ですよ、彼にはね、いい選手ですね。ゲルマン魂を出さない人間だからね、ドジだからね。でもなんかこう、ムキになるとさ、いきなりスライディングをするさ、普段しないのにさ、いきなりスライディングをするさ、スライディングかわいいんですよ。どれシュッシュッシュッ、わかるわかる。あんまやらないんだな、この人みたいな。結局、間がいちゃうんで、うーん、ウーベしかないんですよ、前のことはね。ウーベがフリーになって前見た時がチャンスなわけじゃん。それが、やっぱり、これの差が激しすぎて、真っ赤な顔してるんですよ、いつも。ウーベがきついんだよね。きついんですよ。大体でそこマークスがいいわけだからね。変な話ね。見ててそれはものすごい楽しくて、すごいその振り返って見てると、例えば福安さんじゃないですか。安さんは福永ね。ウーベから1個もらえるタイプ。僕らもらえない。1個引いてくるからね。引いてもらえるタイプ。で、安さんにはやっぱウーベも一呼吸を置きたいんです。うん、だけどそれがゴールに結びつくかって難しいんですよね、うん、そこで預けて全体が上がってくればいいけど、あ、後ろ上がってくる、上がってくる、上がってきてもここで止まりで、ここからこっち側ですね、うん、次の、まあ、例えば相手のボールになったらグーッとこうじゃないですか。いくらやっぱりここに預けてもゴールには結びつかないですね。結びつかないんですよね、サッカーっていうのは。それよりかはポーンとこれでポーン出して、うん、一発のシュートで決まっちゃうっていうのに何が正解か、まあ、基本的に分かんないですよ、これ。それ難しいなと思うんですよね。まあ、それ戦術だって戦術だけど、うん、もうちょっとうまくやった方がいいんじゃないって思うよね、今思えば。まあ、後ろがね、ガチに守るのもそうだけど、まあ、サイドがもうちょっと上がるのか、絞っていくのかとかさ。でも、彼らは守備を任されてるからさ。どっちかって言うんですよ。20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。
西村の